おはようございます。今回は三重県にありますいなべ市にやってまいりました。まあね、このチャンネルをご覧の皆さんはですね、まあいつもの映像になりました。まあちょっとね、花の季節が終わったのかね、もうね、駐車場に車はかなり少なくなってしまいましたけれども、今回もですね、鈴鹿山脈強化月間ということで、鈴鹿山脈の山を登ろうかなと思うんですが、今回はですね、この孫田尾根ですね、いつも登ってます。いつも登ってますでも3回目ですね。この孫田尾根を通ってですね、藤原岳には行かずですね、今回はですね、先週の動画にもちょっとしたヒントがあったと思うんですけども、銚子岳、静ヶ岳ですね、の方に行こうかなというふうに思います。もしも時間が少しあればですね、龍ヶ岳も行けたらいいなというふうに思うんですが、今回はね、ちょっと若干距離の長い、登山になっておりますので、まあちょっとね、時間を見ながら、登っていこうかなというふうに思います。登山道はですね、県境稜線からアプローチする方法しかですね、ありませんので、ひとまず、県境の稜線から行く形になります。確か銚子岳でしたかね。確かそこが、滋賀県からアプローチする登山道があったんじゃないかなというふうに思うんですが、県境稜線からアプローチしないと、登れないという山になっております。で、この孫田尾根ですけれども、途中丸山、草木、土田山と3つの山を越えていくわけなんですが、この1つ目のですね、丸山までは1時間30分かかるということになっております。確かにこの登りが続くんですよ。で、時刻の方が7時31分ということですので、なんか城の前に巻き道できたんですかね。確かここ登っていったような思い出があるんですが、こっちにもなんか巻き道が、なんかすげえそそられる巻き道があるんですけど、どうしようかな。どっちにしても登ることには変わりないから、まっすぐ行きましょうかね。ここで一緒になりましたね、はい、あ、そうですね、巻き道になってますよね。そうですね、だからここがあそこがきっとピーク387なんでしょうね。はい。まあ、ね。案内看板がね、以前よりもかなり倍増されましたので、やっぱりね、本当に1回、2回だけ登っただけじゃね、やっぱり3回、4回と登らないと、やっぱり登山道は変わるもんですね。僕の記憶が確かであれば、このね、稜線をくーっと登っていって、で、ここからくねっと曲がってね、上に上がっていくっていうような道筋だったと思うんですけども、ここはもうね、ちょっと、きっとザレと崖があるということで、ね、通行止めになって、こっちのね、方からトラバースする形で、登山道が整備されてますね。本来であれば、以前は確か、こっちを通ってね、なんか上に登っていった思い出があるんですけども、トラバスしていくという形で、また登山道が整備されております。まだまだね、景色、ここからの景色いいんですけどね、まだ景色にはぶち当たってくれないみたいですね。はい。
はい。650メートル。やったー、やったやったー。奥の方にもね、丸山って書いてますし、あの奥にもね、新しく看板ができたのか、丸山っていう風にね、書いていて、ここの地域確かね、節分草だとか、結構ね、群生してて、撮影ポイントとかね、休憩ポイントとして使われてましたがね、ちょっとこのようにね、まあ、きっと、自然保護みたいなね、保護のために、ちょっとバリケードを張ってるんじゃないかな、というふうに思われますけれどもね、丸山の山頂に着きました。続きましてはですね、草木を経由して、田代山の方向の方に進んでいきたいと思いますので、そのまま真っ直ぐ、ね、進んでいきたいと思います。はい。丸山からですね、草木までは、45分ということになっておりました。時刻の方が、8時35分ということになってますので、9時半ですねまでには、着くんじゃないかなと思います。ここでね、分岐点にやってまいりました。以前はね、よくわからず歩いてたんですけれども、しっかり道がね、案内が出ましたけれども、まぁ、ちょっと今後のことも考えて、ちょっとトラバース道の方で、歩いていきたいというふうに思います。はい、ここで尾根道とね、一緒になりましたね。はい、尾根道行かれる方はこちらということになってました。はい、ということでそのままね、まっすぐ、まっすぐ右ですね、で曲がって歩いていきたいと思います。ここで分岐点にね、やってまいりました。ここがこっちに行くと草木を、今度こそ草木をね通っていく道で、こっちが迂回路って書いてますが、トラバース道だと思いますね。確かね、1回目はこっち通ってると思うんですよ。2回目はね、こっち通ってんじゃないかなと思ってるんですよね。ということで今回はね、こっちに行きたいと思います。はい、あ、ありましたね。よいしょ。はい、834メートル。やったー、やってたー。はい、ということで草木から降りていきましょう。すぐね、そこが合流地点じゃないかなと思います。草木から田代山の方向ですね、そこまでが45分ということになっています。時刻のは9時28分ということになってますので、10時半までには着くんじゃないかなというふうに思います。ここからね、また急登がやってくるんですよね。左が田代山になってまして、右が藤原岳になりますね。一旦ここ一回下って、登り返しで登っていくということですね。はい、ここで迂回路と一緒になった感じですね。はい。で、右に回って歩いていきます。965メートル。やったー、やったやったー。
田子田山ということで、奥の方にはね、藤原岳が見えております。ここでね、県境の稜線に入ったということになりまして、僕はですね、静ヶ岳、銚子岳方向ということで、逆です。左側にね、曲がるという形になります。ここにピンクテープがありますので、目印をね、頼りに、歩いていきたいと思います。で次のポイントはですね、八田峠の方になります。あー、落としちゃったよ。はい、OK ですね。で、今さっきですね、八田峠から来られた方が見ましたので、聞いてみたらやっぱ1時間ぐらいかかるということでした。ネットマップは1時間10分ということになってますので、時刻は10時18分ということで、1時間超えると計算できなくなるというね、11時半頃には着くんじゃないかなと思います。あ、すいません、雨に舐めてます。ここで16番にね、やってまいりました。こっちからですと、田子田山経由しないね、あの藤原岳からの、ルートということになっております。はい、ということでそのままね、まっすぐ行きたいと思います。今日は、ね、あそこの山々をね、通っていく予定です。はい、ここで迷うようねんの方にやってきましたが、こっちの茨川方向ですね。通行規制が貼られておりますね。はい、ということで、八田峠に行きたいと思いますので、こちらですね。で、こちらに行くとまたすぐ、11番がやってまいりましたね。知らぬ間に八田峠を越えてしまいまして、分岐点にやってきた感じですかね。でもここがむしろ八田峠じゃねえのと思いながら、なんかそんな感じしますね。ヤマプの方が5記載なのかな、ね、そんな感じになってますね。ちょっと一旦ここで休憩したいと思います。ちょっと登山者と喋って今11時33分になりました。ここからね、頑張っていきたいと思います。先ほどお話しした方はですね、僕が今日通るルートのね、反対回りでね、歩いていた方だ、あ、時計回りでね、迷っていた人ということで。はい。で、ここで分岐点になりますが、右におりますと、君ヶ畑の登山口のね、茨川林道の方に出るルートということで、まあ、昔はね、先ほどの人が言ってたんですけれども、まあ、この県境をね、越えると、滋賀県か三重県の県境を越えるということで、このルートがね、結構よく活躍したということだったんですが、こっちに行くと青川渓谷に行くということで、エスケープルートになってるんですけども、通行が禁止になってるというお話もありますので、まあ、山系さんの方にはエスケープルートとして紹介されてるんですけれども、まあ、ご注意いただきたいなと。もうどうしてもっていう時はね、使う、もう、緊急手段しかないかなというふうに思います。はい、ということでね、僕の方は頑張って行きましょうか。ちょっとね、だいぶ、へたってるんですよね。本当にね、あんまり休憩はしないパターンではあるんですけれども、で、龍ヶ岳方向ということですが、先ほどの方は龍ヶ岳行かなかったとおっしゃってましたので、僕も、今回はちょっと断念しようかなと思います。ひとまず銚子岳、静ヶ岳方向ということになります。
ここのままですね、静ヶ岳じゃない、銚子岳の方に行きたいと思いますけれども、そこまでがですね、40分ということになっております。時刻の方が34分ですから、12時半までには、着くんじゃないかなと思います。ここからね、300メートルほどの登りになりますね。これどっちだ？これやっぱ降りるんかな。降りてこうか。そっか、ちょっと分かりにくかったな。でもどっちでも行けないのかな。こっちでも行けんことないし。一回下ろうか、やっぱり。あそこの水場に行くルートだと思うので、僕はちょっと、稜線の方に上に上がらない、トラバせずに行かないといけないので、どっかで上に上がりたいんだよな。そこの上行かなあかんかな。これとどんどん下がっていって水場に行っちゃうんだよね。カメラを撮る余裕もなく、急登ね、ちょこちょこと登ってきました。すごい偉い。はい。向き点にやってきました。東大見市的には9番ですが、八田財産区では7番になってますね。はい。ここポイント地点になります。こっちに行きますと、樹走路になりますね。で、こっちにまっすぐそのまま行きますと、銚子ヶ岳ということになります。銚子ヶ岳まで行きたいと思いますので、そのまままっすぐということになります。銚子ヶ岳までは、10分ということになってます。時刻の方が12時41分ということですので、13時までには着くんじゃないかなと思います。ここでね、ちょっと昼休憩の方にね、入ろうかなと思います。ね、北側の方が、広がっているということで、これはちょっとね、追池岳じゃないかなと、追池岳じゃないかなと思いますね。この奥は、ちょっとわかんないですけども、ちょっとここら辺に鉄塔が見えましたので、ズダガビラじゃないかなと思います。で、天狗岩があって、そして、奥に藤原岳があって、手前に、孫太郎、じゃあ、田子山ですね。というふうな形であるということですね。はい、ということで銚子だけにね、銚子がね、うまいこと言ってませんけれども、ひとまず休憩をねさせてもらいました。ということで、ひとまず分岐点の方までね、戻りたいなと思います。